神戸市民の淡井圭介です。皆さんこんにちは。本日2023年、5月の22日です。まずは、ワグネル社の、プリコジン氏さん、バフムトからの撤退表明ありがとうございます。日本時間からの日付ですので、そちらと日付がちょっとずれてるかもしれませんが、20日で私の方から送ったメッセージはもう率直な意見で、残念ながらそこはもう誰もいませんと。占領したところで瓦礫の山が出来上がってるだけで何にもないんですよ。あとその地点を復興するだけ、そこの国の負担になるだけなんですっていうことをお伝えいたしました。で、この内容、世界中の政府上層部の皆さんがご理解していただけたらわかるかと思います。西側諸国と東側諸国で分かれて争ってる場合じゃないんです。多分今2023年のデータがこの数年後に国連発表で石油の残存量とか出てくるかと思いますが、多分残り50年を下回っています。石炭もこのペースで使い続けると計算上50年以内で採掘が追いつかれます。ウラン鉱に関して採掘するペースを上げたとしても、現在世界中で埋蔵されている確認技術的にその採掘埋蔵量が800万トン、それを原発用に、使用できるのはウラン鉱の 0.7% であって、そこから抽出されるウラン確か235だったと思います。235と読むのかもしれません。それを間取って、その濃縮度合いとかもいろいろあるみたいです。その 2% から 5% ぐらいの間で、間取って 3% ぐらいで、物事見たとしてもだいたい約1万トンぐらいしかないんですよ、原発に使用できるものが。で、ワールドビジネスサテライトという日本の放送を見ていて気がついたんですが、今私の方からの勧めで、中国の方で、中央アジアサミットを開いていただいて、でそちらのそのある程度の国で多分地下がつながってると思います。一つの国でウラン鉱が大量に埋蔵されてるデータはあるんですけども、私の見立てでは多分地下でつながってるだろうなと。で、採掘したら下で、一斉崩落が始まって、地震が発生するだろうなと。もうこの考え方でまず間違いないと思います。それが震度いくらぐらいになるのか、率先して自分たちである程度空洞が出来上がった時点で葉っぱで対応できるのかどうか分かりませんけども、意図的に先に空間が広がりすぎる前に葉っぱをかけて地震発生させて、それを震度3以下とかに抑える方が賢いんじゃないかと。それが私の方の見立てなんですけども、もうこういう状況です。世界中エネルギーの残存量はとても危ない状態です。ガスも残り、今技術的に採掘可能な量は50年分現在ないと思われます。これをシェールガスを採掘できる地点を世界中どこまで広げたらその数字がどう変動するのかというところと、それはシェールオイルも同じなんですけども、あんまりその辺当てにしすぎたらもうダメな段階ですね。もうみんなで節約するしかない。だから私はもう長い間冬場でも風呂を焚いてないです。シャワーで済ませてます。ただしそれはご老人の方までそこまでできるかっていうと、ある程度うまい方法はあります。脱衣所とフロア自体をある程度電気ストーブとかで温めて、それも電気ストーブ一気に2台使った方が早く温まります。時間を計測したんで分かります。15分温めるぐらいだったら、例えば1000ワットのストーブを、それだったら1000ワットと800ワットの電気ストーブ2つ使用して5分間で一気に温めた方が早いです。結局消費量は、それで少なく計算できるんですよ。こういううまい方法とかでなんとか切り抜けて乗り切って、
みんなで自然再生可能域の方向へ舵切れなかったら、もうどうにもこうにもならないですね。もうこれはもう現実です。これがもう世界中の置かれている状況であって、最悪、そんなに遠くない未来、まあ90億人が将来死ぬシナリオの方に進んでしまいます。で、ある程度の段階で私が20歳ぐらいの頃から実は日本でそういう最悪の想定のシナリオの放送は全国放送で、ゴールデンタイムと呼ばれる19時から21時の時間の間に放送していただきまして、阪神淡路大震災のその頃の被災者であった淡井圭介は、まあ、1998年ぐらいの頃なんですけども、ある程度の知識を身につけて、で、その当時の世界国税税とかを扱ってる会社の人たちだと思われる方たちが、君だったらインターネットに載せてくれてもいいと言っていただいてたんですけども、まあ僕は、まあパソコンへの打ち込みで、本当は写真で写してアップロードをした方が作業としては簡単で済むんですけども、まあ自分のできる範囲で対応してます。誤解で訴えられても困りますんで、もうその人たちは世代交代で今現在生きてらっしゃるかどうかもわからないんですよ。だからその話がどこまで通用するかわからない。まあ私が最初冒頭で泣きそうな声になってたのも、もともとソビエトという一つの国にまとまろうとして、で同胞に対してロシアの人たちは抗議をしてしまってるというところが残念な結果であって、もともとプーチンさんは大統領になった時かなられるちょっと前の時に、本当はロシアもNATO に加盟するべきだっておっしゃってくれてたんですよね。だけどもテレビ見ていてお互いに意思疎通がうまくいかなくなったのか、もともとそのソビエトという体制自体がいろんな言語の方たちの集合体になってしまいますので、会議がうまく話がまとまらない、これは日本という国でも会議がうまくまとまらないケースがやっぱりあるんです。ちゃんと言語は同じ国の中でも、それぐらい法律の世界が難しいものであって、できては消えて、できては消えてをずっと法律の世界で繰り返されています。そういう世界で我々は頑張って向き合って、最速の答えにたどり着かないと、残念ながら今若い人たちの将来がどうなるかっていうところで、今のままだと絶望的な状況で、その日本もエネルギーの確保ができなかったら、真っ先に飢え死にされる方たちが出現するっていうのは、これがまともな物事の見方で、産油国の方たちからごめんって、もう俺たちも自分の国民の人たちに言われてると、もう輸出になんて動かないでくれって言われてる、日本は友好国だけどもう無理だと、輸出できないよって言われたら日本も終わりなんです。そしてそういう国は、ほとんどの国は産油国でも なければガスの採掘もできない国の方が圧倒的に多いんです。石炭とかも同じです。これが多くの人たちが、一般人の人たちまで、せめて先進諸国化されている人たちが覚えてもらわなきゃならない絶対的な範囲のことであって、全員が節約に回るしかないんです。これが現実。一応月曜日は私は休みの日にしています。そうしなかったらコンピューターが電波でどういうふうな捉え方をするかわからないからです。そうしなかったら、これはもうボランティアで行ってもいます。それがなかったら、労働時間として扱われてしまうと、年間2500時間の労働上限時間を突破した場合、私が電波でどういう攻撃を受けるかどうかわからないからなんです。もうどうかしますよ。この世の中、科学の世界が現実社会に追いついてない。コンピューターがそこまでの物事の受け止め方をしてくれない。その裁判で私が今訴えている内容を記録された時、どういう現象が起きているかっていうと、宇賀夏実アナウンサーの子供の頃の声でずっとおーいおーいっていう声を家の中どの位置にいてもずっと聞かされます。寝させてもらえません。そしてそれは宇賀夏実の本人の意思じゃ絶対にない。そんなむごいことを考えるような人間ではありませんから。だからもう科学のその設定の仕方が根本的に間違えてます。そしてそれがもうすでに随分前からコントロールができてない世界であって、法律を
覚えてくれてないんですよ、コンピューターが。生活保護者は安全を認められています。それは生活保護法の中で、日本の法律の中でしっかりとあるんですけども、日本国内でもコンピューターでこのありさまなんです。これが現実です。僕も時々分からなくなることがあるんです。コンピューターの方が上なのか人間の方が上なのか、そこをコンピューターと仲良く解決するしかない。それに日々追われてるのが私の現状で、正直私も政府助けてなんです。そういうみんな、そのプリコジンさんももともとホットドッグを売ってた人で、その次うまくホットドッグを売るのがうまくいって、そのレストランのオーナーになって、そのレストランに若い頃のプーチンさんが食事をしに来て、もしかしたら先祖をたどられた時にある程度関わり合いがあったとか、そういうような話でお互い信頼を得て、でプリコジン氏さんももともと飲食店を経営されてましたから、本当は戦争と関わり合いたくなかった人だと思うんです。だけども上の方と関わるとどうしてもそういう世界と結びついてしまうっていう部分があって、やおうなしにという状況、これが西側諸国や中間の人たちの立ち位置の国の政府上層部や一般人の人たちや報道機関の人たち含めて認識していただきたい、それが現実なんですよ。誰も戦争したくないんですけども、いろんなものを見て誤解とか始まって戦争をし始める。せめて第三者の一般人の人もそのことに関して、それは悲しいことだと。それはウクライナの人にも死んでもらいたくないし、ロシアの人にも死んでもらいたくない。それはどこの国の人でも同じなんです。すいません、限界です。以上です。